Wikipedia English writes as follows The Virgin and Child with Saint Anne is an oil painting by Leonardo da Vinci depicting Saint Anne, her daughter the Virgin Mary, and the infant Jesus. Christ is shown grappling with a sacrificial lamb. シンボリザンヒスパシ i ョンアザヴァージョントゥレスレインヒムウィキペディア百科事典は聖アンナと聖母子について次のように書いていますルネサンス期の芸術家レオナルド・ダ・ヴィンチが1508年頃に書いた絵画と言われています聖母マリアと幼児キリストそしてマリアの 母親が描かれた遺体で現在はパリのルーブル美術館が所蔵しています自分自身が将来遭遇する受難の象徴である生贄の子羊をしっかりと手でつかむキリストとそれをたしなめようとしているマリアの姿が描かれていますとが本当にそうでしょうか はやしハママセリジャパン血液というのは乾くとタンパク質が硬化し黒く変色しますそれがこの衣服の上に表現されていると私林宏は判断しましたつまりこの絵の中に描かれているのは血痕ということになります その証拠に汚れと言われている赤い斑点が顔の輪郭のところで止まっています汚れであるならば輪郭のところでその汚れが止まるということはありえません衣服の血痕についても同じことが言えます血痕が衣服のしわに沿って描かれているのがわかります汚れであるならばこういうことはありえません それはともかくも今日はこの動画の中でここに描かれているのが本当に聖母子なのかつまりマリアとキリストなのかそしてマリアの母親の聖庵なのかということを検証してみたいと思います。 話を先に進める前にこんな事実もあります聖アンナと聖母子の絵ですけどもその左上赤い四角で囲った部分に注意してくださいこの部分のコントラストを上げてみるとそこに数字らしきものが浮かび上がってきました今日の本題から少し脇道にそれますが その数字らしきものに検証を加えてみたいと思います、えー、黄色い四角で囲った部分を拡大し明度を上げたりコントラストを上げたりしますとそこに51という数字が浮かんできます51はユダヤのゲマトリアによれば火星を意味しますもう一度確認してくださいこの赤い部分ですね でこの赤い部分を拡大しますと左のように、まあ、活字のようにきれいな51が浮かび上がってきます林博は51と判断しましたそして今も言いましたように51はユデアのゲマトリアによればつまり暗号によれば火星を意味しますえつまりこの聖アンナと、えー、聖母子の絵の背景には火星の風景が描かれているということになります 火星にもこのような風景があることが最近分かってきました北極に氷管と言われている部分が存在します水もしくは二酸化炭素でできた氷の山ということになりますが中央下がその氷管を上から捉えた写真です丁寧に比較してみてください様子がですね一致しますただし 下の写写真真真は真、上から見た写真です。聖アンナと聖母子の絵の中に表現されている風景は斜め上空から斜め下を見た風景ということになりますがしかしそのコンセプトは全く同じですつまりこのような形で1500年後のイエスはレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家を通してこのようなメッセージを残したということになりますつまりいつか君たち人間はこの事実に気が付くだろう そしてその時、君たち人間は私が何であったかを知るだろうということなんですけども、これだけ見るとですね、51かなというふうに考えられる人もいるかもしれませんけども、絵画の中にはこのような数字が隠し込まれていました。61は神、51は火星、81は金星、そして131はイナンナを意味します。その中の一つが、聖アンナと聖母子の絵の中に描かれていた。 51ということにになりまにりまますすでは本題入ここに描かれているのは聖母マリアとマリアの母親の聖ンそしてイエス・キリストというわけですけども本当にそうでしょうか手前の人物に注意してください赤い四角で囲いましたでこの人物は 誰かということなんですけどもこの人物と同じ顔をした人物があのモナ・リザということになりますモナ・リザの顔と比較してみますが比較しやすいようにモナ・リザの顔を左右反転しますまずこの腫れぼったい目ですねそして、えー、広いおでこと言いますかやや出たおでこ そしてこの目ですね、全く同じですそして明るくして瞳を比較してみました中深くご覧ください表現の仕方が全く同じです薄い眉毛も同じですそして小さな小鼻ですねそして鼻の先が下へ尖っているところも同じですそして口の端がですね、やや上がっているいわゆる笑い顔であるという点です 唇の厚さも上、下同じですそしてやや尖った顎ですねそして薄い眉毛そしてやや腫れぼったい目ということになりますで髪の毛の様子も同じですただ左の、まあ、人物の方は髪の毛が乱れています中央で2つに分かれている点も同じですモナ・リザの方ははっきりしませんけどもウェーブのかかっている様子も同じです そして、まあ、手前の方がやや縮り毛になっている同じです。全く同じなんですね。ということは顔は違いがないという点で同じと判断しますからこの両者は同じということになります。となると右の人物が誰であるか分かれば左の人物が誰であるか分かるわけですけども左の人物はラミアの息子ということになります。ラミアの息子です。 ラミアというのは下半身大蛇の魔女を言いますがそのラミアの息子を並び替えてできた名前がモナリザということになります注意深くご覧くださいラミアさん、ラミアの息子を並び替えたのがモナリザという名前ですえつまり モナリザという名前はラミアの息子の文字を並び替えてできた名前ということになりますとなると右がラミアの息子左もラミアの息子ということになりますでラミアについて補足しておきますミケランジョロ なる画家がしっしな天井画の中にこんな絵を描き残しています左からアダム・イブ、そして中央がリリトと言われていますけれどもセント・ジェロームの翻訳したラテン語の聖書によればラミアとなっています中央がラミアです下半身がダイジャで表現されていますそしてレオナルド・ダ・ヴィンチ自身も 岩窟の聖母ルーブル版の中でそのラミアを表現しています右が岩窟の聖母ルーブル版ですこの中に表現されているマリアは下半身大蛇のまさにラミアということになりますそのラミアの息子の文字を並び替えてでできたのがモナリザであり そしてそのモナ・リザと先ほどお見せしましたセイアンと聖母子の絵の中の手前の人物の顔が一致しますつまりモナ・リザはラミアの息子ということになりセイアンと聖母子の手前の人物もラミアの息子ということになりますここが重要ですからもう一度 確認しておきますラミアとラミアの息子ということになれば向こうにいるのがラミアということになりますラミアを並び替えてできた名前がマリアということになりますやはりアナグラムですそして手前にいるのがラミアの息子ということになりますつまりこれがマリアの息子ということになります そしてマリアの息子の文字を並び替えてで,できたのがモナ・リザということになりますそのモナ・リザの顔と手前の人物の顔は一致しますとなると向かって右側に描かれている子供は本当にイエス・キリストかということになります でその絵を検証してみますがまずその手前の人物の右手に注意してくださいこの子供の腹の皮膚の下に手が潜り,潜り込んでいるのがわかります、えー、中部画ご覧ください今白枠で囲った部分です右手がこの子供の腹巻きのように見える皮膚の下に手が潜り込んでいるのがわかります ですね、つまりこの子供は少なくとも人間ではないということになりますそして向かって右側その子供の今度は左手に注意してください私林宏氏はこの子供は担当を握っていると判断しました先が少し見えていますが羊の耳の色とは違います上下比較してみてください 下は白いですけども上は白くありませんそして手の元を見てみるとここに担当と耳の両方が描かれているようにも見えますはっきりしませんけども耳だけでもないし担当だけでもないように見えますつまりこの子供は羊の頭に担当を突き刺しているということになります でその血しぶきがこの左の二人の人物に飛び散っているということになりますその血しぶきの様子がいわゆる汚れのようになって、まあ、つまりだましへ隠しへの形で表現されていると私林浩は判断しました繰り返しになりますが汚れであるならば 顔の輪郭や衣服の端で止まるはずがありませんもう少し詳しく検証してみます血です血というのは乾くとタンパク質が硬化して黒くなりますそして衣服についたシミはなかなか消えなくなります消えにくくなります だんだん黒ずんでくるということですねそれが聖アンナと聖母子の絵の中に表現されているということです わかりやすく言えばここに描かれている様子はいわゆる聖アンナと聖母子といわれるような生やさしい絵ではないということですでその子供ですがイエスであるかないかは話は別としてここに描かれている子供は普通ではありません明るくしてみますと 奇妙な髪の毛がが浮かび上がってきますこの髪の毛とレダーと白鳥の絵の中に描かれている子供の髪の毛が一致しますこの絵の中の左下に4人の子供が描かれていますが私はこの子供は皆餌の子供であると判断しました、まあ、それはともかくも その子供たちの髪の毛と聖アンナと聖母子の絵の中に描かれている、まあ、イエスと言われている子供の頭の,頭の髪の毛の様子と比較してみてください同じであることに皆さんもお気づきになると思いますそしてその子供の目をよく見るとですね、まあ、生き生きとしたかわいい子供の目というよりも 何かしらどこか不気味さを漂わせている目ということになりますつまり虐待を受けた子どもの目ということになるのではないでしょうか中深くご覧ください例えばこんな例もありますこれはアンドレア・デル・ベロッキオとレオナルド・ダ・ヴィンチの合作とされている イエスの洗礼の絵ですけれども、その中に描かれている子供たちはですね、明らかに虐待を受けたと思われる顔をしています。目は腫れ上がり、鼻は砕け、そして目の周りにはクマができています。ですから、まあ、この聖アンナと聖母子の絵の中の子供も虐待を受けていると考えても何らおかしくはないということになります。 もう一度、ウィキペディア100回視点の方に書いてある文を読み直してみます。この聖庵と聖母子の絵はですね、イエス・キリスト自身が将来遭遇するであろう受難の象徴である生贄の子羊をしっかりと手でつかむキリストと、それをたしなめようとしているマリアの姿が描かれていますとあります。 本当にそうでしょうかということになりますが後の判断は皆さんにお任せします。 論とということになり聖アン、聖アンナと聖母子の絵ですがここに描かれているのは私はイエス・キリストではないと考えていますえつまり餌の子供ということですその餌の子供が羊の頭に探検を突き刺していますそしてその血しぶきがその左側の2人の人物の衣服顔などに飛び散っています そしてこの絵の中には25という数字が隠し込まれていましたあえて今のところ私の解釈するところによれば25というのはメッカすなわち聖,聖地ということになりますがそれについては今の段階ではペンディングとさせてくださいとなると2人の人物は誰かということになりますが左の人物は いわゆるラミアの息子ということになります。となると、その向こう側にいるのがラミアすなわちマリアということになります。ラミアは下半身大蛇の魔女中の魔女、そして人間の子供を食べる魔女でした。そのことをレオナルドダヴィンチ自身がですね。岩窟の聖母の中に表現しました。 以上のことととをですすねままめるここうなりますこの聖アンナと聖母子の絵の中に描かれている手前の人物はマリアの息子つまりラミアの息子ということになりますとなるとその向こうにいるのが母親のマリアということになります一般説とは全く違った解釈ということになります後の判断は 皆さんにお任せしますそしてその子供は探検であるいは担当で羊の頭に担当を突き刺していますその血しぶきが2人の人物の衣服や顔に飛び散っていますつまり一般説で言われているようなこの絵はですね名前さしい簡単な絵ではないということになりますがそれがとおりもなおさず1500年後のイエスから後世の「 私たち人間に対するメッセージということになります最後にもう一度2と5について考えてみたいと思いますこの絵の中に5という数字はあると判断しましたそして向かってその左側に2なんですけどももう一つ文字があるように見えますねえつまり でではないいかととうことですで先に2と5については考えましたけどもここに7があるのではないかということですで下はミケランジェロが描いた「カシ,シナの戦い」の絵ですけどもその中にも752という数字が隠し込まれていましたで比較してみるとといいますか3つの数字がこのような形で一致します これは偶然なのかということなんですけども、その前提としてですね、つまりその上の方に2と5と7があるかどうかということが問題なんですけども、今一つはっきりしません。で、77は言うまでもなくキリスト、号令はベオリカル、聖書のという意味ですね。そして27はカインです。カインとアベルのカインです。 何か関係があるのかないのかそれは分かりませんが今はこの状態でペンディングということにしておきます続く動画をどうかご覧になってください The Louvre Museum, Paris, France, has deleted Jesus Christ's message to human beings under the name of Stupid Restoration, together with bloodstains stains painted in the painting Saint Anne and Holy Families. You will know how stupid it was and what Jesus Christ's message was about Which I would like to verify in this video. ルーブル美術館は愚かな修復作業の中であろうことかイエス・キリストの人間に対するメッセージをそこに描かれていた結婚とともに消し去ってしまいました。どう愚かなのか また、その結婚がどういう意味を持つのか。さらに、1500年後のキリストが彼の操り人形芸術家であったにせよ、レオナルド・ダヴィンチなる画家を通して、私たち人間に何を伝えたかったのか。それをこの動画の中で再検証してみます。広し市ハママ・シティ・ジャパン。 後でもう少し詳しく解説しますが、今皆さんにご覧いただいているのが、聖安と聖母子の絵の中に描かれている結婚です。血の跡です。レオナルド・ダヴィンチなる画家を通して、1500年後のイエスはこのような絵を残しました。これは絵の汚れではありません。 衣服にもその血痕が残っています。輪郭のところでその血痕が止まっていること、また衣服のシワに沿ってその血痕が描かれている点に注意してください。これは汚れではありません。意図的に描かれた血痕です。黄色いラインに注意してください。 もし、汚れであるならば、輪郭線のところで止まるはずがありません。また、衣服のシワに沿って汚れるっていうこともありません。これは絵です。絵画です。騙し絵です。つまりこのような形で、1500年後のイエスは、レオナルド・ダ・ヴィンチという名前の操り人形芸術家を通して、 私たち人間に一つのメッセージを残しました。マリアと言われているこの人物の顔にもそれが表現されています。結婚です。断言します。結婚です。この結婚もこの人物の顔の輪郭線のところで止まっています。 さらに、この性案の右手を見てください。イエスと言われている子供の皮膚の下に手が潜り込んでいます。つまりこの子供はイエスではなくて、左二人の人物の餌ということになります。注意深くご覧ください。手が皮膚の下に潜り込んで います。皆さん、これが事実です。私たちは長い歴史の中で、つまり、捏造された歴史の中で、この絵を理解しているに過ぎません。が、事実はもっと別のところにあるということです。同じように、岩窟の聖母、ルーブル版の中でも中央にいる マリアと言われている女性の右指が、やはり左に描かれている餌の子供の皮膚の下に指が潜り込んでいます。このような形で、1500年後のイエスは、ここに描かれている二人の子供はイエスではなくて、つまり餌であることを示しています。注意深くご覧ください。 で、この、静安と聖母子の絵の中にはですね、血も表現されています。輪郭のところで赤い色が止まっている点に注意してください。そして、この静安と言われている人の右手は血で汚れています。さらに決定的な証拠が、この中央に、上から下に流れる、 血の跡です。汚れであるならば、衣服のところで、その血が止まるはずがありません。いいですか、皆さん。これは絵ですよ。実際の衣服ではないんですよ。どうして汚れが、絵の中の衣服の上で止まっているのですかいわゆる騙し絵ということですね。皆さんはこれを見て、何も不思議に思わない。 おかしいとも思わない。しかしこれは絵なんですよ。絵の中の衣服の上で汚れが止まるはずがないじゃないですか。もし上から流れ落ちたインクのような汚れであるならば、絵の中の衣服のラインでその汚れが止まるはずがないのです。そして汚れは皆顔の 輪郭のところで止ままっていますつまり、これらの汚れイコール結婚は、レオナウド・ダヴィンチ・ナル画家を通して、1500年後のイエスが意図的に書いた汚れということになります。ではなぜ結婚なのかそれはこの子供の向かって右側左手を見ればわかります。手に握っているのは担当、すなわち小型、すなわちナイフなのです。 注意深くご覧ください。これは羊の耳ではありません。このような形でこの子供は担当、刀、ナイフを握っているのです。その証拠に耳の色が違います。先を見てください。右上の先を見てください。これは羊の耳ではありません。もう一方の羊の耳と比較してみれば、 それがわかります。羊の耳は白く描かれています。そして指の間から見える。その担当は茶色です。そして付け根のところも見てください。茶色ですね。もしこれが羊の耳であるならば、この部分も白いはずです。つまりこれは羊の耳ではないということです。だから、ノーチ、担当だということです。この子供は 担当を手に,手に握り、そしてそれを羊の頭に突けさしているのです。皆さん、これが事実なんですよ。皆さんが知っている歴史は、捏造された歴史にしか尽きないということです。つまりこのような形で、イエスは、1500年後のイエスは、私たちに強烈かつ鮮烈な歴史を残したということになります。 続く動画をどうかご覧になってください。なお、あろうことか、これらの結婚は2000年に入ってからルーブル美術館によって跡形もなく綺麗に修復の名のもと消し去られています。Bye for now. Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is too horrible and unless it is okay, you are advised not to watch this video since it might cause you ill feeling. And I say here that common sense is unreliable at all. Common sense, which is a collection of prejudices, Why not do you doubt your common sense here in this video with me? Here is one example. 嘘に嘘を塗り固められたのが常識ということになります。あなたもその常識を一度疑ってみませんか今日もダベンチの描いた絵をテーマにそれを考えてみます。これが岩窟の聖母ですね。ルーブル版です。 え今日は右の天使の腕に注目して考えてみます。この腕を注意深くご覧ください。この手を注意深くご覧ください。何か反転のようなものが描かれてますね。絵の具の汚れなのでしょうかそれとも反転なのでしょうかここの部分ですね。この部分を拡大してみます。注意深くご覧ください。反転のようなものが描かれているのがわかります。 が皆さんは多分これをですね、絵の具の汚れというふうに解釈なさると思います。が、そう思うのはちょっと待ってください。実はダヴィンチは同じ反転を別の絵の中で表現しています。これはアンと、まあ、聖アンとマドンナですね。この聖アンの皮膚を見てください。この皮膚を見てください。同じように反転が描かれています。絵の具の汚れのようにも見えますが、 輪郭線のところでその反転が止まっています。つまり、意図的に書かれた反転だということになります。この反転は何かということですね。皮膚病ということになるのでしょうかそれとも何か別のものなのでしょうか注意深く比較してみてください。が、その同じようなものがですね、実はこの案の衣服の上にも書かれています。 つまり、ブラッド、血ということになるわけですね。で、その反転をさらに精査しています。これは汚れなのか注意深くご覧ください。それとも反転なのか そこで衣服を見てみますと、同じように衣服の上にも反転が表現されているのがわかります。そしてその反転は輪郭のところで止まっています。ということは、意図的に書かれた反転、反転であるということになりますね。ということは、これは反転ではなくて、blood、つまり血というふうに私は判断しました。詳しくは続くビデオの中で解説しますが、となると、左の この天使の腕に書かれている、手に書かれているのも血ということになります。なぜダヴィンチはこんなところに血を表現したのかということになりますね。謎が謎を呼びます。少し回り道をしますが、その謎を解く鍵が、ミケランジェロナル画家が書いたとされるカッシナの戦いの絵の中にありました。 皆さんご存知のカッシナの戦いです。この中に、えー、1500年後のキリストは重要なメッセージを書き残しています。これがカッシナの戦いですけども、この絵の中には一文字の形で、つまり隠し文字の形で、775027という数字が表現されています。 中部かをご覧ください。左から775027という意味です。この775027が何を意味するかですけども、えー、へ、まあ、ヘブライ語って言いますかね、実際には獣医師って言いますけども、ユダヤのゲマトリア、いわゆるまあ、わかりやすければ暗号によればですね、77というのはキリスト。 合礼は聖書のビブリカルという意味です。そして27がカインという意味です。まず、あ、このような形でして、まあ、あの、暗号的に、ま、表現したということになります。ゲマトリアです。で、ゲマトリアについて簡単に説明しておきたいと思います。要するに、まあ、バラ、ら、数学に則っ,った、まあ、あの、表現方法だということですね。要するに、まあ、いろんな言葉、 などをですね、言葉あるいは単語をですね、まあ、数字で表したのがゲマトリアということになります。えー、神秘主義のカバラに基づくものであると。まあ、それによりますと、7、7というのは繰り返しになりますけども、キリストを意味します。そして、号令はベブレカブ、なおち聖書のという意味です。ここが重要です。まあ、こうした数字、そして暗号ですね、 まあ、ミケルランジョロなる画家を通して、1500年後のキ,、まあ、キリストがですね、私たちにメッセージを残したということになります。そして、27が、カインという意味になります。で、これら、775027をですね、なげて読みますと、キリストは聖書のカインであるという言葉が浮かんできます。えつまり、このような形で、まあ、ミケルランジョロなる画家を通してですね、繰り返しになりますけども、1500年後の キリストは、えー、つまり、キリストというのはね、聖書でいう、カインのことであるってことを、なんだよってことを示したということになります。これが、まあ、その、メッセージってことになるわけですね。中部書くご覧ください。左から、7、7、50、2、7と書いてありますね。バイ、林、ヒロシ、発見ですよ。つまり、このような形で、1500年後のキリストは、 ミケランジェロなる操り芸術家を通して、私たちにメッセージを残したということになります。繰り返しになりますが、ここが今日の重要なポイントです。77、Christ です。5-0は Biblical です。そして27が k a n つまり k a n ということになります。こうして、まあこの内容とですね、そしてミケランジェロが書いた天井画の内容と、そして まあ、ダヴィンチになる画家が開拓される、岩窟の聖母の中に表現されているメッセージと一貫性をもって、と言いますか、一連性をもってつながっていくということになりますえ。では、カインとは何なのか。カイン創世記には次のようにあります。カインとアベルは、アダムとイブが エデンの園を追われたつまり失楽園後に生まれた兄弟であるまたこの2人に弟の瀬戸がいるカインは長じて農耕を行いアベルは羊を放牧するようになったある日2人はおののの収穫物をヤーウェに捧げるカインは農耕で得た収穫物をまたアベルは越えた 羊の発語ここが重要です。羊の発語を捧げたが神ヤーウェはアベルの供物に目を留めカインの供物は無視した。ここが重要です。ヤーウェはアベルの供物に目を留めカインの供物は無視した。そのため嫉妬に狂ったカインはアベルを殺した。繰り返します。嫉妬に狂ったカインは、 アベルを殺します以上のつまりカイン創世記の話をこのレオナルド・ダ・ヴィンチになる画家が開発される聖安と聖母子の絵に当てはめて考えてみると担当を突き刺しているのがカインそして羊はアベルを表しているということになります。えつまり イエス・キリストイコールカインであるということをこの絵は示しているということになりますそしてその内容はあのミケランジェロなる画家が描いたとされるカシナの戦いの中に仕込まれた暗号と一致します繰り返しになりますが1500年後のイエス・キリストは ルネッサンスの時代に現れてキリストというのは聖書でいうカインのことであるということを私たち人間に示したということになりますでここが重要ですがこうした絵を描いたダ・ヴィンチにしてもミケランジェロにしても意味も分からずこうした絵を描いたかあるいは発表したということになりますでは Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is very much horrible or fearful for some people I know. Then I say that it is. 100% up to you how you judge this fact and draw your own conclusion. Here are fact that I can show you for today's story. 今日の話は恐ろしい話です。これからそれを話しますが、その覚悟は良いですかまた、こうした事実をどう判断なさるかは100%あなた自身の問題です。 私は事実のみを話します。言い換えると、今までどうして誰もこんな事実に気がつかなかったかということです。ダヴィンチがこの絵を描いて、すでに500年以上も経っています。題して、血で塗られたマドンナと聖案です。今その絵を見ていただいてますけども、ここにあるシミはですね、汚れなのか、それとも汚れでないのかということが最初の疑問でした。で、よく調べてみますと、汚れがですね、顔の輪郭とともに止まってるんですね。 中部画をご覧ください。ここですね。となると、これは汚れではなくて、意図的に書かれたものではないかという今、疑念を私は持ったわけですね。で、さらに調べてみますと、細かい部分で同じ色を使って、まあ、ちょうど輪郭のところでそれが止めてあるわけですね。となると、これは汚れではなくて、意図的に書かれたものであるということが分かってきたわけです。となると、これは皮膚病かと、まあ、そのように考えたわけですね。ダヴィンチは、あえて皮膚病の、まあ、 マドンナと、そして聖案を書いた、ということになるわけですね。しかし、そんなことはするだろうか皮膚病なのかあるいはな、皮膚病だとするならば、この、まあ、この模様、シミのね、まあ、いわゆる、まあ、どうしてそのことを書いたかってことなんですね、問題はね。で、皆さんはどう判断なさるでしょうか で、ここの部分を見ますと同じ色で、まあ汚れのようにも見えますけども、また下のところでですね、それがし、まあ、汚れが止まってるわけですね。そして同じように書いてある。そして衣服にも同じような汚れが表現してあるわけです。そしてこの汚れは衣服のところで止まってるんですね。そしてよく見てください。衣服の いわゆるその布のですね、シワの間にその汚れが描かれているということですね。ということは、この汚れはですね、まあ衣服のシワの間に意図的に描かれたまあ汚れであるということになるわけです。となると、この汚れは何かということになるんですね。もうこれは皮膚病ではありませんね。なぜか、なぜか、何かというふうに考えていくわけです。つまり、これは汚れではなくて意図的に描かれた、まあ、 いわゆるなってますかね、騙し絵ですよね。汚れに見せかけた何かであるということになるわけです。となると、顔の、まあ、いわゆるシミもですね、皮膚病ではなくて、皮膚病もしくは汚れに見せかけた何か。 であるということになるわけです、まあ、こうしてみますと、この、特にこの汚れなんか、汚れらしきものを見てくださいね。周辺に明らかに色を塗った跡がありますね。ということは、これ全体がですね、意図的に書かれたものである。そしてその汚れはですね、そのまあ皮膚のところで止まってると。もし汚れであるならば、上の方まで行くはずですからね。あるいはまあ、500年の間に誰かがですね、何かをこう、インクの色も投げつけて書いたのであれば、このような表現にはならないんですね。となると何かということなんです。 いわゆる汚れではない。汚れに見せかけた何かであるということですね。いわゆる隠し絵、騙し絵になるわけです。まあ、この辺を見ますと、あたかも汚れのように見えるわけです。汚れのように見えますね。こうした手法はですね、ミケランジロもシステムの礼拝で使ってますね。例えば、あひび割れに見せかけた、まあ、いわゆるその騙し絵でですね、古く見せかけた、意図的に書かれたひび割れなんかもその手法の人だと思います。となると、これは何かということになるわけです。いわゆる、まあ、騙し絵。 隠し絵ってことになるわけです。で、そのヒントがですね、実はここにありました。えー、中深くご覧ください。この、手。ここを見てください。この手のとこ,と,ところが特に大きく汚れてますね。これは汚れではありませんね。と、同時に、周りにはそれをか、まあ、隠すかのように汚れのようなものが表現しているわけです。で、この、この大きな汚れはですね、いわゆる 体の線の輪郭線で止まってますね。ということは、明らかに意図的にこの汚れは書かれたものである。特に大きな汚れがこの性案の右手の、まあ、手の上にダラーっとこう書いてあるということですね。となるとこれは何かですけど、もう一つヒントがありました。この縦線を見てください。これが汚れであるならば、絵の上に書かれた、いいですか衣服の上で止まるはずがないんです。本物はそうかもしれませんけどもね。しかし、絵の中で、 別に描かれた、まあ、例えば汚れが上から垂れてきたとしますね。どうして衣服、絵の中に描かれた衣服の上で止まるんですかありえないでしょあの、現実と絵の世界と区別してくださいよ。そして、ここに、ま、止まっていると。となると、この赤い線も、意図的に描かれたものであることがわかるわけです。もしもこれがですね、誰かが、あまあ、インクかなんか何がか,か,かけて、つけ出す、まあ、汚れであるならば、下まで行くはずですから。いいですか繰り返しますよ。横の線は、これは、絵に描かれた衣服のラインですよ。 そんなところで上から流れてきたインクが止まるわけがないじゃないですか。ということを考えていくわけです。そうしますと、この上から流れてきたのは、これは何かということなんです。そうです。こういうふうに流れて、ここで止まるのは、血なんですね。このダヴィンチが意図的に書いた血なんです。ということになってくるわけです。となると、この聖安のほっぺたに描かれている、まあ、描かれていることは染み、そしてこの、なんて言いますか、汚れのように見せかけた何かは何かということですけども、血であるというふうに考えられるわけです。 そして色も合いますね。ただ衣服の方はですね、また別の表現がしてありますけども、何のために、どうしてこんなところに、まあ汚れ、血に見せ、汚れに見せかけた血、まあ皮膚病ではないですね。というのはマリ、マリアもそれからマドンナもですね、それからセワンも同じようにそれが表現してあります。そして衣服の上にも表現してありますから、皮膚病ということはあり得ません。実はそのヒントは、このイエスの左手にありました。注意深くご覧ください。 で、このイエスの左手を見てください。一見、この羊の耳を掴んでいるかのように見えますね。一見、羊の耳を掴んでいるかのように見えますね。これが騙し絵、隠し絵なんです。しかし、これは羊の耳ではありません。先を見てください。羊の耳は白いです。ところが、このイエスが持っているこのものはですね、この ま、ちょ、ちょうどですね、手に握ってるものは羊ではなくて色がですね、羊の耳の色とは違います。騙し絵なんですね。実は、ここにイエスさんを持ってるのは耳ではなくて、耳ではなくて、なんだと思いますかナイフなんです。イエスは左手にナイフを持ってそれを羊の頭に突き刺しています。イエスはナイフを持っています。もう一度比べてみますから、比べて、皆さん自身で確認してください。 耳は白いです。下を見てください。もしも耳であるならば、これだけ出てるんですから、いあー、ダヴィンチはですね、レオナルドは白い耳を描いたはずです。わかりますか白い耳。しかし、これは耳ではありませんね。ということは、イエスは左手で羊の頭にナイフを突き刺している。という、まあ、極めて残酷な絵なんですね。まあ、その証拠にこのイエスの顔を見てください。後でまた出てきますけども、目がおかしいです。黒目です。 そして、この目は、まあ、俗に言います。死んでいますね。子供のにこやかで優しい顔ではないと、私は判断しました。という、まあ、恐ろしい話です。そして、その血がですね、まあ、象徴的に飛び散ってる。そして、それを隠すために、病気のよう、あるいは、汚れのように見せかけているということですね。もう一度この絵を、しっかりとご覧ください。一見、汚れのように見えます。皮膚病のようにも見えます。 そしてその汚れはですね、顔の輪郭のところで止まっています。一部分ね、そのダラーっと流れたように見せかけて、汚れのように見せかけているところもあります。それが混在しているわけですよね。ですから、皆さんは騙されました。そしてこの、えー、まあ、事実に500年以上も、誰も気がつかなかったということですね。汚れだ、汚れだと思い込んでいたわけです。で、結論になりますが、皆さん注意深くご覧ください。ここですね。 汚れが顔の、あの、いわゆるその顎の下で止まってますね。ということは、これは汚れではない。後から、まあ、誰かがね、例えばインクを投げつけて変えたような絵でもないということです。そして、その下の方の輪郭はスーッと横へ流れてますね、線が。ということは、同じ色で同じように書かれてますから、これは汚れではありません。と同時に、マリアにも、それから、聖ンの顔にも、そして衣服にもついてますから、これは皮膚病でもありません。となると、これは血ということになるわけですね。色も合います。 なぜこの絵の中に血が飛び散ってるか。その理由は続くビデオを見ていただくとわかります。この絵の中には恐ろしい物語が隠されています。というのは今日のビデオでした。続くビデオをどうか参考にしてください。Bye for now! Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about one of the most well-known paintings painted by Leonardo, a painting with the title of The Virgin and Child with Saint Anne. An art critic, for example, writes about this painting as follows. As he did in The Virgin of the Rocks, Leonardo set a religious scene in a fantastic landscape and placed an abyss between a view and figures. The mountainous distance is conveyed by atmospheric perspective with bluish and crystalline highlights and reflect his interest in geology and meteorological phenomena and etc., etc., I, Hiroshi Hayashi, have got a quite different idea and wonder if what he writes here is true or not, or all or not. Leonardo the painted sacred Bloody Mary in the painting of The Virgin and Child with Saint Anne. You also know the reason why he did it in this video following. 皆さんご存知のダビンチの描いた聖アンナと聖母子の絵です。世界中の、そして日本中の美術評論家が絶賛してやまない絵画です。が本当にそうでしょうか本当に全てでしょうかこの絵の中には身の毛もよだすダビンチからの恐ろしいメッセージが隠されています。それを説明する前に皆さんに一つだけ説明しておかねばならないことがあります。血の染みです。 血液の染みです。血というのは出血した直後は赤いですが、衣服についた血を放置しておくと黒く色が変色します。で、その後血液の中のタンパク質が硬化して洗濯をしても色が落ちなくなります。淡い黒い色が残ります。これを血液の染みと言います。ダヴィンチは聖アンナと聖母子の絵の中で 騙し絵という手法で、血と、そして衣服についた血の染みを表現しました。そうであるかないかは、皆さんご自身で判断していただきますが、なぜダヴィンチはこんな絵を描いたのか、こんな染みを書き残したのか、その理由もこの動画の中で説明します。その事実を冷静に皆さんに知っていただきたいのです。そんなバカなとか、ありえないとか言って吐き捨てる前に、そこにある事実を知っていただきたいのです。 私はこの動画の中で事実のみを皆さんに報告します。証拠を添えて報告します。その上で、なぜ、どうしてと自分に問いかけてほし、見てほしいのです。つまりダヴィンチはこういう形で500年という歳月を経て私たち人間に強烈なメッセージを送り続けていたのです。驚くべきというか恐るべきメッセージです。ダヴィンチの絵は素晴らしい。 と、つまりは、表面的な美だけに騙されないで、その向こうに隠されている、その強烈な、言い換えますと、鮮烈なメッセージを読み取ってください。それでこそ、私たち人間はダ、ダヴィンチを真に理解したことになるのです。世界中の美術評論家が書いていることが正しいのか、それとも私、林博士が言っていることの方が正しいのか、それを判断なさるのは、あなた自身だということです。 では、動画を見ながら説明します。まあ、これがその、ま、絵画なんですね。聖アンナと聖母子の絵ですね。で、この絵の中にですね、この、ま、こちらの方が、ま、聖アンということになるわけですけども、この顔に、 ま、出ているこのシミですね。これは汚れなのか。いわやるま、絵画のね、そのものの汚れなのか。それともダ、ダヴィンチが意図的に描いた汚れなのかということなんですよね。で、これは私は血液と、まあ、血というふうに判断しました。というのはですね、汚れであるにもかかわらず、この輪郭線のところで、まあ、止まっているということですね。この汚れが。ということは、ま、後でねた、例えば何かの、ま、表紙にですね。インクなんかがかかって汚れたというのではなくて、 あるいは、ま、カビが生えたとか、そういうことではなくて、この汚れそのものが意図的に書かれているということなんですね。そして、この衣服にも同じような汚れが表現されていて、輪郭線のところで止まっていること、それから、シワの間にその汚れが、ま、描かれているところに注意してください。すなわち、これらの汚れは、ダヴィンチによって意図的に書かれた汚れだということになります。そして、この汚れがですね、何であるかということなんですね。顔の方は血ということに判断できましたけども、この衣服についた汚れは何であるかですけども、これも血の汚れというふうに、 判断しましまたそれはあの、冒頭に挙げました、まあ、写、絵を、ああ、言ってますか、写真をと見比べていただければ分かると思います。なあち、これは、血がですね、まあ、いわゆるシミとなって残った後だということになるわけです。となると、なぜダヴィンチはこのような、まあ、絵を描き残したかという問題が出てくるわけです。まあ性 まあ、やるね。まあ、聖アンナと聖母子という、まあ、タイトルがつくような絵の中で。なぜダヴィンチは聖アンナの顔にですね、いっぱいまあ、血をかき、そして衣服には血の染みをかいたかということなんですよね。まあ、今もう一度ご覧いただいてますけど、一番右が、えー、衣服に残った血の染みということになります。で、これと同じ染みがですね、聖アンナの衣服の中にも書かれているということですね。色も全く同じなんですね。そしてその感じも風合いもですね、全く同じように、まあ、書かれているということなんです。まあ、ダヴィンチはこのように、 正確に描いたというよりも、やはりこう,こういったところでも写真技術を使っていたということになります。まあ、ともかくもなぜこんな絵を描いたかというその理由はですね。このビデオの中で説明いたします。で、続くビデオをどうかご覧いただけたんですけども、もまあ、ダヴィンチはこういう形でですね。まあ、隠しあるいは騙し絵という手法でですね。500年という歳月を越えて強烈な。そして鮮烈なメッセージを私たちに残したということになります。 それをまた理解するのが真にダビンチを理解したということになるのではないでしょうか。まあ、まさに血に、まあ、なんてますか、汚れたマドンナということになります。Bye for now.Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world.Today's story is about a horrible painting of madonna and saint anne who eat a child a painting painted by leonardo i just show you here in this video only fact believe it or not only fact then i say that it is up to you how you judge this fact and draw your own conclusion here are facts that i can show you for today's story 子供を食べるマドンナとセイアン。今日の動画は恐ろしい動画です。大変ショッキングな動画です。題して、Bloody Saint Anne with Madonna。血にまみれたセイアン。あるいは、マドンナ Who Eat Infant?Painted by l e o n a r d 幼児を食べるマドンナ by Da Vinci です。私はこの動画の中で、事実のみを皆さんにお伝えします。 信ずるか信じないかという問題ではありません。こうした事実を受け入れるかどうかという問題です。その上でどう判断なさるかはあなた方の問題ということです。私ではありません。あなた方の問題ということです。マドンナとセアンは子供を食べていました。で、その動画はこの動画の後に繋げておきますが、さらに奇怪な事実が私のところに届きました。フランス・パリ在住の セリキムラさんがルーブル美術館へ行き、その写真を届けてくださいました。またまたその写真を見て、私は驚きました。これからその写真を紹介しますが、決して解像度が低いわけではありません。2448×3264 ピクセル。つまり、超超高解像度の写真です。その写真は、私が今まで検証してきた絵とは違います。どう違うかは、 これから説明しますが、唯一考えられることは、ダヴィンチは2枚の絵を描き残したということです。あるいは現在、ルーブル美術館に飾ってあるダヴィンチの絵は、そのコピーか偽物かということになります。が、こんなことはあり得るでしょうかセリキ村さんが届けてくださった絵の中の聖アンとマドンナは、美しすぎます。肌には、結婚の、結婚の跡がありません。 これはどういうことでしょうかつまり私はコピーあるいは別の絵でも良いのですが何かしらその裏に意図的な隠蔽工作のようなものを感じます。こんな絵ではまずいぞということで展示用には別の絵を飾っているとです。私がこの続く動画の中でお見せするダベンチの絵はあまりにも空恐ろしいものです。皆さんが今まで持っていた常識を180度ひっくり返すものです。 あるいは今までの皆さんの思い込みを粉々に粉砕するものでです。だからルーブルでも展示用には別の絵、つまりコピーを展示している。あるいはダヴィンチ自身が同じ絵を2枚描いたとも考えられます。が、私は今までそうした話を聞いたことがありません。えっともあり、まずセリキ村さんから送っていただきました絵、えっとですね、私が持っている資料と比較してみます。 もちろん、私の資料の方が、その2倍ほど精細なものです。なお、この中でお見せする事実は、すべて林博士が発見したことです。では、恐ろしい話です。覚悟はよろしいですかでは、画面を見ながら説明します。これが私が、まあ、現在持っている資料です。極めて解像度の高い、 まあ、写真ですね。で、一昨日セリー、木村さんがですね、ルーブル美術館へ行って、この写真を撮って、送ってくださいました。えー、2448×3264 ですから、同じように、ま、解像度は高いんですけども、この絵を見て驚きましたね。聖ンもマドンナも美しい肌を持っています。そこに注意してください。 で、このセアンの肌にはですね、結婚の跡が全くないんですね。まあ、少し、あの、かすかに色が残ってるかなっていう感じはします。どうしてでしょうかということなんですね。で、比較しています。これが現在、ルーブル博、まあ、美術館にある絵の写真です。と、右が私が手持ちに持っている まあ、絵の写真ですね。で、比べてみてください。で、右の方は後で証明しますけども、これは結婚の後です。血の跡なんですね。ところが、左のセリキムラさんが送ってくださった、現在のルーブル美術館にある絵の写真にはそれがないんですね。そして、色の風合いも違う感じがしますね。色温度が違うと言いますかね。 そういうところなんですよ。で、まあ、これはあの、カメラの特性によるものかなという部分もありますので、何とも言いませんけども、この部分ですね、後でもう一回照合しますけども、影の出来具合が全く違います。で、これは、まあ、現在のルーブル美術館に飾ってある写真ですね。絵の写真です。みんな、私が持っている手持ちの写真ですけども、まあ、これもその、なんて言いますか、あの、 メイド差の違いによってこうした違いが出たのかなとも思えなくもないんですけども、それにしても、マドンナの皮膚が綺麗ですね。そして、一つまあこれは確認ということになるわけですけども、このイエスと言われている子供の目を見ていただきたいんですけどもね。で、セリーキノラさんが送ってくださったこのイエスの目は真っ黒ですね。で、右の方は私が持っている資料なんですけども、黒目かなと思うことで、まあ前回はペンディングということにしましたけども、やはりこう、瞳があってますか。 おかしいですね。大きいです。それで、セリキムラさんが送ってくださったイエスの目の瞳も真っ黒ですね。これね、よく見ますとね。まあ、明度を上げてみましたけども、真っ黒の目だと。で、ラファエルがですね、同じような、まあ、少女の絵を描いています。ジプシーの女の子ということになっていますけども、まあ、不気味になっています。はっきり言って不気味な目をしてますね。真っ黒です。まあ、こうした絵をラファエルも描いているわけですね。で、 ダヴィンチも同じように描いているっていうふうに解釈できるわけです。イエスの目はおかしいですね。人間の目ではありませんね。で、もう一度比較してみますと、まあ、これがですね、セリキムラさんが送ってくださった写真です。で、これが、まあ、その、セイアンの首の部分ですよ。中深くご覧くださいね。こっからが本題ということになりますので、そしてみんな私が持っている資料の写真です。そして比較してみて、 ください。これがあの、なんて言いますか。これは違いよくわかりますね。で、左の絵は解像度が低いかっていうことではないんですよ。同じように解像度は高いんですけども、やはりその、こうしたその、部分が写っていないんですね。まあ、これ、後で証明しますけど、結婚です。血ですよね。そして、汚れではありませんよ。絵の汚れではありませんよ。ということで、もう一この、ブラディ、 セント・エンですね。を見ていただきたいんですけども。まあ、こうした検証の場合はですね、細かいところを見ていくんですけどもね、ここの部分をちょっと見ていただきたいんです。で、これは両者同じ絵なのか、それともコピーなのか、それともダヴィンチが2枚描いたのかという問題が出てくるわけですけどもね。色温度を上げてみますと、あるいは明度を上げてみますと、ここに、左の方には影がありますけども、 B の方にはないですね。ですから全体にあ露出がなんて言いますか落としてあるのかなっていう感じもしますけども、明るくしてみますとやはりこう違いがわかりますね。そしてこれはあの両方同じように色温度上げてみたんですけども、色の不いが全く違うってことですね。ということはコピーかあるいは2枚あったかということになるわけです。何かしら謎が謎を呼びますね。ということで続く恐ろしい動画をご覧ください。覚悟はよろしいですかそれでは b y フ for now.